今回、兼ねるにしましょうか、兼ねるのカネまあ、あの、大は小を兼ねるっていう言葉ことわざあると思うんですけど、あのね、小は大を兼ねるっていうね、これね、分かりやすく言うと、小は大を兼ねるって何かっていうと、今のこの iPhone とかですね、iPhone のチップ、昔のチップって、 大きかったと思うんですけど、今めちゃくちゃちっちゃくなってると思うんですよ。てかちっちゃくしないとこんなに薄型、こんな薄型作れないですよね。昔のビデオカメラとかどうですかこんなでかかったと思うんですけど、こうビデオも写真も撮れますし。で、なんでかっていうと、チップがちっちゃくなったんですよね。チップがちっちゃくなったけども、だからそのインテル入ってるみたいなね。インテルとかの CPU もね、このちっちゃいのでいっぱいのね、大きな情報を処理できると。 だから昔とやっぱ今違うんじゃないかなとより小さいけれどもより大きな処理ができるようになってきたっていうでそれが最強であるとど,どうですかねか昔のね最近ね久保さんあのあの,あのネットフリックスでジミーってやつがあるんですよネットフリックスでさんまさんとジミー大西さんの物語のドラマがあってよ見てたんですよ でその昔のさんまさんの時代の,その、まあ、演出をしてるわけでしょ。さんまさんの家に、ね、あの電話があるんですけどコー,ドレスドコードレス電話で、ね、こんなでかくてこんなアンテナ伸ばしてあ、はいみたいなのやってるんですけど <laughs> 昔の,あの,あのこれ画像検索しても出てくると思うんですけど携帯電話って最初、ショルダー型でドコモのショルダー型でこんな,ん、ねね、こんなんやってるやつあると思うんですけど。 どうですかね昔こんなショルダーでこんなんでした今こんなチップがちっちゃくなったことによってすごいねチップがあちっちゃいけども処理がすごい大きくなると小は大を兼ねるとうんだからあのこれねグーグルのビジョンもそうなんですけどグーグルのねその掲げてるなんかその教えがあって「志は大きくスタートは小さく」みたいなね「スタートは小さく志は大きく」っていうあのこのこの。 あのなんだこういう言葉があるんですよビジョンみたいなそうだからねまあ今はねなんだろうな、まあ「千里の道も一歩」っていう言葉はね、まあ、すごくいい,いい言葉ですし、まあ、そうなんですけど、まあ、この志「志は大きくスタートは小さく」っていう言葉もいいと思うんですけどあのまあ同じ意味合いもあるっちゃありますけどね 小さいことが結局大きくなるっていう、まあ、地理も、地理も積もれば山となるっていうのも入ってると思いますし、ただなんだろうな、まあ、YouTube で言うならば、久保さんがキットの動画1本アップして50万リーチが出る,出るうーん、1本の、たった1本の動画が50万回見られるっていうね、なんか、やってることは別にキット紹介してる小さいことなんだけども、それは、それが大きいアクセスを呼んできたりとか、うん。 なんか今は結構やっぱ変わったなぁと思いますね。だからほんと、昭和大を兼ねるっていうことわざを作ってもいいんじゃないかなと思いますね。うーん。そう。うーん。昭和大を,、ね、を兼ねるっていうね。うーん。 まことわざって昔から引き継がれてるやつがほとんどなんで今、今、最新のことわざの文言って多分あんま出てないと思うんですよね。なんか2022年版のことわざとか多分あんまないと思うんですよ。かなり昔からこう、今もこう、なんか使われてる言葉が多くて。うん。今は大を小を兼ねるは古いかなっていう、すごく感じますね。 いかに小さく、いかにでかくですね。いかに小さくて、いかにでかいことができるか、まあ、でかい処理ができるかっていう、まあ、そっちの方向になってるなと思いますけどね。うん。いってらっしゃい。